ジャックーーーパーギターのチョコです、えー、この動画では本日、えー、7月、えー、20日の月曜日ですねの現在の症状についてお話しさせていただけたらなと思います、えー、症状としましては、えー、昨日お伝えさせていただいたのとほとんど変わらないんですけどもちょっと倦怠感が薄れてきたかな,かなっていう形と えと逆に、えっと、悪化したのが、えっと、味覚がちょっとなくなってきたかなって思いますね。歯磨きをする際ですね、えっと、歯磨き粉を使うかと思うんですけどもその例がちょっと辛く感じなかったのと、えっと、お昼ご飯とかものを食べてもあれちょっと味が薄いかなっていうか、えー、感じたのでちょっと味覚がなくなってきたのではないかなと思いました。 はい。えっと、それくらいですかね。相変わらず微熱が36度く分から7度5分で上がったり下がったりしてるので、はい。変わったことはそのくらいかと思います。あと、PCR 検査の結果なんですけども、えっ、ー、と、今日来るって言われてたんですけども、なかなか来ないので、保健所の方に確認したところ、なんか今日は難しいかもっていう形、なんか回答いただいて、 もしかしたら明日以降になるかもみたいなちょっと混んでる関係とかもあると思うのでもうちょっと待ってみようかなと思いますじゃあまた引き続き何か分かり次第えー、お伝えさせていただけたらなと思いますジャックケーパーのチョコでした